はい、ともこみです。さて本日はこちら関西クラクラクラブのホームからお届けしたいというふうに思います。マサルさん、ライトニングドラゴンありがとうございます。なんでね、今日リーグの最終日なんですけども、まあ、時差がある関係で今晩中にね収録しなきゃいけないということで、動画ないとかこういろいろ見てたらですね、結構お酒飲みすぎちゃってですね、舌がいつも以上にベロベロ状態になっていて、余計にね聞きにくかったら本当に申し訳ないんですが、最後までお付き合いいただけたらというふうに思います。でですね、ちょっと小話なんですけど、皆さんドイツの飲酒可能年齢ってご存知ですか？日本はね、20歳からですよね。皆さんこれ守ってらっしゃると思うんですけども、ドイツってね、実は成人が18歳ということで、18歳からお酒何でも飲めるんですよ。だから、高校卒業するぐらいの、ハイスクール出るぐらいの年齢からですよね。で、全部飲めるのはその年齢からなんですけど、実は16歳からビールとかね、そういう低アルコールのものは飲んでもいいんですよね。だから高校生のね、若い子が電車の中で普通に瓶ビールを煽りながら喋ってるみたいなね、そんな風景があって、僕ちょっとびっくりしてるんですけどね。やっぱ国ごとにいろいろ違うなっていう感じで、そのドイツは自己責任の範囲がすごく広いので、また細かいところはツイッターの中で話そうかなと思ってたんですけど、広いのでね、そういうもうお酒なんかの付き合い方っていうのも、これから将来ね、ちゃんと責任を取っていくっていう意味で、早くから学びなさいよってことなのかもしれないですね。はい、というところで、小話はこの辺にして本題いきたいと思います。今日はね、ラバルですね。で、いつもですね、私のアタックって、大体失敗アタックを自分で、意図的に上げてるわけではないんですが、よく上がるんですよね。ポンコツのボンクラなんか見てても、本番にクソ弱いので、いつもね、動画に乗るのは、動画っていうか生放送に乗るのは失敗アタックということでですね、今回は、皆さんね、よく今やってらっしゃる、ライドニングラバル、あれをね、私も結構練習してます。ディガホグメインでやってきたんですけども、ちょっともうそれじゃあ、幅が広がんないなということでね。で、その辺の、本当にね、僕ゼロからやってるんですよ。なんで今日3本見てもらうんですが、失敗が1個入ってます、やっぱりね。入ってるので、その辺の今の自分のその成長度合いだったり、どんな風にものを考えながら、ゼロからこのラバルをやり始めてるのかというところをね、お話ししたいと思います。で、今回の、一発目、やっぱりね、投石機、これをね、ライトニングで折れるのがめちゃでかいですね。で、7発だと理論上はクイーンも倒せるんですが、ちょっと一発ずれちゃったみたいですね。で、7発のライトニングプラスクエイクで、クラン城を壊してからの、ヒーローパート展開という形ですね。で、ポイントはやっぱり、いかにして相手の投石機を折るか。で、そこがポイントになります。ヒーローに関しても、どっちか1体倒せばいいかなっていう気はします。アーチャークイーンとロイヤルチャンピオン、どっちかですね。ランホール12だったらアーチャークイーンが残っていても、だからなんとかなるかもしれないですね。ストライカーっていうユニットがいるので。タウンホールも本当はヒーローパトで壊せれば一番いいんですが、壊せない場合にはこれ。突撃艦の中にスニークゴブリンが5体入ってます。で、それをぶつけるわけですね。今回みたいに、こうね、壁がタウンホール、ここありますね、ここ。タウンホールの、枠ギリギリにこう壁がある配置。っていうのは、そこにトラップがないじゃないですか。なんで、バネトラップとか、あとはトルネードトラップとか、そういうスニークゴブリンを事故らさせるような、要素がないので、非常にやりやすいですよね。なので、こういう村、だからライトニングで投石機が折れつつ、かつ防衛軍なんかもね、潰せたらなおラッキーですね、クラン城。で、さらに、タウンホールの周りが壁でがっつり囲まれているような村っていうのは、今の私のこの編成みたいなものが、ガッツ刺さりするのかなっていう気がしますね。で、壁に囲われてないね、こういう、タウンホール、こういうところもあったりするわけなんですけども、そこに関しては、ヒーローパートでやっぱり処理しちゃうっていうのがいいのかなっていう気はしてます。ラバルをするならですけどね。するんだったらそういう風にするのがいいのかなと。で、その場合には、やっぱりアーチャークイーンかロイヤルチャンピオン、どっちか倒せればいいんですが、倒せなかった場合には、1体は、ストライカーで処理、もう1体は、パピーで処理とかいうね、ケースも考えられるので、なんていうか、優先順位的には投石機、タウンホール、ここをやっぱり中心的に見ていくっていうのがいいのかなと思います。あとは、ラバルのルート作りですね。今回のケースもちょっと一回、これもう一回、どういうね、プランニングで考えたのかっていうところをちょっと簡単にお話ししようと思ってるんですけども、終わってから。そのルート作りっていうのがやっぱり大事で、下手くそのね、ラバルに
使いにはルートがしっかり、こう整備されてないと、全然ラバルが思うように動かないんですよね。まあ、ポンコツのボンクラはまださっき話が出ましたけども、まあ、ジョカさんとか綾瀬さんとか、まあ、ユタさんとかいろんな、そのアイババさんは陸かな、うまいね、そのラバルが使える方っていうのはこの真四角みたいな感じになってても上手にカット用のバルーンと本体バルーンを使い分けてこう攻めていくんですけども、まあ、私みたいなねラバル初心者はちょっとそれは無理ですね。だいたいミスっちゃうので、今回のケースで言うと、まあ、ここライトニングで壊していきますよね。で、残る場所っていうのがだからこんな感じに、防衛で言うとこんな感じになるんですかね。なぞっていくとこういう風になる、わかるかな、こんな風になるんですかね。こんな風に、はい、こんな風になってきますよね。で、なるべくですね直線ルート作りたいんですよね。まっすぐ歩かせる、あの L 字を歩かせるっていうのは結構きついので、その時に削るべきはあの ロイヤルチャンピオンがいるここですね。ここをこうガスンと削っちゃおうかなっていうふうに思いました。そうすると残ったルートって、こういう直線ができますよ。見にくいなこういう直線ができますよね。わかりますかね。こういうラバルルートができる、こんな感じですよね、なってくるので、この直線をラバルを走らせるようなイメージでやってます。で、ちょっとですね、これ早送りで見ていきたいんですけども、なんていうのかな、ラバルを回す時のポイントとして、回すっていう言葉を、まあ、よく皆さんが使うんですが、回すというよりは直線の場合は、反らさないっていうような感じになってきますね。なので、主力のバルーンたちをまっすぐ進めるために補助を入れるっていう感じです。ここですよね。こんな感じで主力のバルーンがこう出ていくじゃないですか。これが、メインバルーンって言ってまっすぐ向かうんですけども、サブバルーンを今から11体手持ちで持ってるのをこうぶつけていきます。こういう風に、こんな風にできます。で、今まさに中央にいるこいつらがこう動くようなイメージでやっていくんですね。わかりますかね。ティルミ、こういう風に外に出てったり散らばっちゃったりしないように、こうならないようにですよ、散らばらないようにここを流すイメージ、そのための追っかけのバルーンをこっちから出していくわけですね。こんな感じでですね。で、この部分っていうのは結構ねパニクっちゃう方本当に多いと思うんですよ。私もね今でもやっぱりパニクりそうになるんですけども、実はねまだこのレベルで、見てもらうとなんか綺麗に撮れてる風に見えますが、全然ねラバルがどこにいてなんてこと意識してません。だいたいこれぐらいのタイミングでラバルがこの辺にいそうだから、そろそろ追っかけのバルーン出さなきゃまずいよなみたいなものを肌感覚で掴んじゃうんですね。むしろその方がいいかもしれないなっていうふうに思ってます。で、ここまで至るのに多分ねフレチャ100回ぐらいかな、100回ぐらいフレチャしちゃうのかな、ラバルをこうねひたすらひたすらで、レジェンドも今半分ディガフォグ半分ラバルって感じでやってます。で、そのくらいやっていくと結構ですね、そのラバルが今どこら辺にいるのか、どんな状態になってるのかっていう目で確認しなくても大体のおおよそのイメージがつくようになるっていうね、風な気がしてきています。まあ、なんでそこまで来てやっとですね、この透析機なんかがライトニングで折れてですよ、やっと、まあ、ラバルがこうね、まあ、パッと見そこそこみたいな風に見えるレベルになってきたのかなっていう感じがします。はい、というところでですね、ちょっともう一本、じゃあ2本目いってみます。これも成功パターンですね。こんな形っていうところを見てもらいながら、まあその時何考えてんのかなっていうのね、ところをちょっと話します。これも1回でいきますね。2回見るのもだるくなっちゃうと思うんで皆さんね、ですね、プランニング的にはもう同じですね。これ、透析機とやっぱりクランジョが、ダブルで、ライトニングで折れる。やっぱね、この透析機が2本ともヒーローパートないしは呪文パートで折れるような村しか僕はまだ、特にクラン対戦リーグではラバルは使いません。で、それさえ、無理せずにね、注意すれば ラバルでも星の延長っていうのは、まあ、そう難しいことではないのかなっていうのが、まあ、見えてきました。今回で言うと結構ね、大砲なんかがすごい弱い、まあ、対空施設はそこそこ上がってるんですよ。インフェルノとか透析機とかイーグル、相手のヒーローとかは、大砲もそうですね、多分大砲とかがめっちゃ弱いので、まあまあヒーローパートはなおさら防衛援軍もこう先に潰しておくといいですね、やりやすくなります。こういうところでもイエティとかをね、ふんだんにこう、蹴散らずに使っていくっていうのは大事ですね。カットをミスっちゃうと、プランそのものが全部崩れるので、特にこう、初見の場合っていうのは、
まあ、多少なんか風速のことが起こるような、前提で、まあ、カットユニットを少し手厚めに余力持って持っていくっていうのがいいのかななんていう気はしてます。まあ、っていうながら結構ね私よくミスっちゃってプランガタガタになってっていうのが頻繁に起こるんですけどもね。フリーズを使ってロイヤルチャンピオンを、活用しながら相手のロイちゃんと、これですねシングル相手を追っていく。でここまで見てます。でここまでがまあヒーローパートの仕事でもうやることないなというところまでやりましたよね。そしたらラバルパート出すんですけども、これ完全にラバーが先に行っちゃってますね。これはもうミスですね。後から見ると下手くそです。先にバルーン出したらラバーでよかったですね。で、このバルーンたちに今並走乗っけたところ、乗っかったところで加速するので、そろそろ追っかけのバルーン出さなきゃなって思いました。で今もうこっちのね主力のイーグル砲の方に向かっているバルーンなんか全く私見えてませんね。グランドオーデンのエナジーサークルの中に入ってるなっていうところすらも見てない。ここから出すバルーン、5時方面から出すバルーンと7時方面から出すバルーン、これのなんていうのかな、出す場所をどこにしようかなって考えてるだけですね。なので、完全に、なんていうのかな、全体のそのユニットを目視しながらやっているわけでは全然ないです。だいたいこの辺にバルーンがもうそろそろ来てるだろうから、次のバルーン出すタイミングだよなっていう風に、まあ、そんな風にやってるっていう感じですね。今回のケースではもう呪文使う必要があんまなかったので、使わなかったっていうのもあるあとやっちゃった使わなかったっていうのもあるんですけども、まあまあこの辺にやっぱり、マルチ IT とかそういうね、あとは、なんだ、ソース域なんかが残ったりする場合には、フォームをちゃんと使うとか、ヘイストフリーズを使うっていうことも必要かもしれませんが、まあ今回はね、相手の配置の、その、空への脆さっていうところに救われたかなっていう気がします。さて、最後ですね、一番最後見てほしいのは、これですね。3回目の6番、この失敗アタックを見てほしいと思います。で、後になっちゃったんですけどね、まあ、どんな風な配置に対して私、空を選ぶかっていうと、シングル IT3 本ですね、これがまずあることをほぼほぼ自分前提にしてます。マルシがあった場合には、それをヒーローパートで壊せるかどうかですね。あと、順番違うからごめんなさい、間違えましたね。やっぱり、投石機2個をヒーローパートプラス呪文パートで壊せるかどうかですね。で、壊せると判断したら、そこは空でやれるかどうかっていう次のポイントを見ます。で、次のポイントが何かっていうと、このシングル IT ですね。これを見ます。で、シングルが、2本、ないしは3本だった場合には、空パートを検討するんですけども、さらに検討に進めるにあたって、これ、クロスボウですね。配置かどうか。これ、全部対象を選んでます。基本的に私陸派なので、空のクロスボウなんかがガンガンある場合にはちょっとあんまり増えてです。なので、クロスボウに関しては、まあ、最悪でも半分は対地になっているかどうか、対空2本までを、まあ、許容範囲っていう風に考えています。で、あとまあタウンホールがどこにあるかですね。ど真ん中にあるケースはちょっとね正直やりにくいですね。ある程度偏ってくれてる方がいいのかなっていう気がします。個人的には、まあ、ど真ん中にあっても突撃艦をぶつけちゃうっていう方法もあるんですけどね。特にクラウン対戦リーグの場合一発勝負なんで、突撃艦が万が一の事故なんかでね、罠とかにかかっちゃったとかいうことがあると落ち着きになっちゃうんで、そこに関しては少しね、意識しながら、そういう村は選ばないようにしてます。で、今回のケースで言うと、クエイクを落としてからのライトニングをまずは、これが5発かな落として、残り2発はエアスイーパーを折るために使ってますね。まあ、これ折らなくても実際良かったんですけど、まあ、とりあえず折っときましたっていう感じですね。はい。で、これバーバリアンキングで、カットを進めていきながら、ここの、投石機とタウンホールのところに、クイーンとあとバーバリアンキングを流し込んでいこうという意図があるので、ベビドラでこれをカットしてますね。ポンプで、バーバリアンキングは、序盤こそダメージを受けたものの、まあ、中盤から終盤にかけてはこの部屋に入るまでそんなダメージを受けないので、アイスゴーレムを縦にしながら後ろからクイーンを出して確実にタウンホール投石機、この辺を殴っていきます。で、ワンチャンロイヤルチャンピオンも、処理していきたいっていうところでしたが、残念ながらちょっとですね、これはなんていうのかな、バーバリアンキングは実はね、こっちの、ワンチャン、ウィストとかクロスボウの方に流れてくれないかなと思ったんですけど、まあ見事にギガインフェルノの方に行っちゃって、思いっきり捕まってしまったんでね、これ以上、伸ばすことができませんでした。もうロイヤルチャンピオンもここまで来ちゃうと、フリーズ使ってもおそらく相手のロイちゃん倒せないので、ここに関しては、
グランドオーデン出して、で軽くですね、外側から被せるバルーンを入れた後に、ストライカー出してますね。でこいつにトームをかけてロイちゃんを処理するという格好にします。でここから先は、もう一気にユニットを出す感じになってきますね。バン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 出していきます。ボマーを出して中にドラゴンが入っているので、このドラゴンでワンチャン相手のアチャクリ処理しようという意図があります。で、この辺の、ね、ラバーバルーン12時に出したラバーバルーンに関してもこれですね、もう全然ね、なんだテスラとかがどこに入ってくるかとか見てません。もう適当ですね。パパパパッと出してます。なので、甘くなっちゃって、ここにね、アチャトーが1本入ってたんですよ、11時のここに。でこのアチャトーをちゃんとそのオイバールーンで処理しなかったおかげでボマーがそっちに逸れてしまって、でバルーンたちが先行した結果、アーチャークイーンにみんなね、バルーンたちが焼かれちゃうというような、まあ大惨事が起こっちゃったわけなんですけども、まあ、そういうところがだから未熟なところですよね。もう少しやっぱ慣れてきて、ユニットを出すところ、出しながら盤面を見るっていうことがやっぱできてくると、また変わるのかなっていう気がします。自分ディガホクなんかやる場合には、ユニットを出しながらもう先見るんですよね。出してる手元じゃなくて、それが向かう先をこう見て、処理をしていくんですけども、それがやっぱりまだねラバルではできないので、こういう風にちょっとしたなんていうのかな、抜けができちゃって、結果的に滑っちゃうっていうケースが起こり得ます。まあさっきのケースは本当ボマーがね先行さえしてくれてれば、おそらくこの対空砲まで押し切ってなんとか全開いったんじゃないかなっていう気はするんですけどね。まあ惜しかったなっていう気持ちもしますが、まあこれが現在の私のテクニックの限界かなっていうところです。はい、というところでですね、本日自分のですね、今のまあラバルのまあスキルをベースにしながら、まあどんな風に攻めてるのかっていう話をさせてもらいました。この動画と合わせてですね、霧長熟っていう動画、数日前に2本ぐらいかな出してますんで、それを合わせて見てもらうと、もっとね、私がどんな風なことを意図しながらラバルの練習をしてるのかっていうのが分かってきます。今回は結構 L 字を回すようなルート作りでラバルをやってましたけども、私基本は直線ルートをなるべく作るように意識しながらこのラバルってやってます。でその直線を意識するそのなんていうかな、方法と理由みたいなところっていうところが、その霧長熟っていうね動画にまとめられてますので、ぜひですね、今カンクラにいるその霧長さんって方、めちゃくちゃねこの直線ルートのラバルっていうのを確立しててクソうまいので、ぜひですね皆さん興味があったらそちらの方も見てもらえたら大変嬉しいなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。また今後もぜひご視聴よろしくお願いいたします。ぜひね皆さん関西クラクラクラブにも気軽に遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。タンホール13から募集しておりますので、ぜひね、お越しください。というところで本日終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。